おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま横浜駅に来ております。今から千葉駅まで向かうのですが、横浜から千葉に行くなら横須賀線、総武快速線の1本で向かうことができますよね。この15時24分発の普通君津行きに乗れば乗り換えることなく移動できますし、さらには横須賀線、総武快速線には2階建てのグリーン車も連結されていますから、グリーン車料金を追加で払うことでワンランク上の快適性を得ながら移動することもできます。ということで、横浜から千葉までの普通列車グリーン車の値段を見てみましょう。そのお値段は、路線名ボタンを押してください。1000円。そう、野口英世1枚の値段で移動することができます。しかし15時24分発の君津行きの4分後に成田エクスプレスが発車するようで、成田エクスプレスの横浜から千葉までの値段を調べてみましょう。その値段は、1020円。あれ、普通列車グリーン車と20円しか差がないんですよね。普通列車グリーン車の値段が1000円というのは2024年の3月のダイヤ改正からのもので、それ以前は850円程度と今よりも安い値段でしたが、値上がりしてしまい、成田エクスプレスとその差は20円ということまでなってしまいました。1000円の普通列車グリーン車と1020円の特急成田エクスプレスに乗るのであれば、値段と設備面などを考慮しても絶対に成田エクスプレスに乗りますよね。ということで、成田エクスプレスに乗って行きましょう。で、余談なんですが、成田エクスプレスにはこのように立派で大きい荷物スペースが各号車に設置されており、海外旅行に行く大きいスーツケースでも余裕で収納することができます。しかし東海道新幹線などはこのような荷物スペースは一番後ろの座席の後ろに予約しておくことができる程度ですよね。予約必須のスペースですから、使いたい時はその座席を1ヶ月くらい前に予約するんですが、そんな予約スペースを知っているのか知らないのか分かりませんが、外国人観光客の方々が堂々とその特大荷物スペースに荷物を置いて、肝心な予約した人が使えないというケースが多いですよね。実際私もそういうことがありました。まあ、日本に来るのであれば日本のルールにはしっかりと従ってもらいたいものですね。本当にあれは無価。今乗車中の成田エクスプレスの E259 系は2024年のダイヤ改正で銚子方面の特急使用際などにも入るようになったため、座席の枕カバーもデザインが変更されています。以前は写真のように成田エクスプレス専用のデザインでしたが、現在はシリーズ E259 というものになっています。そして品川に到着です。品川に停車する成田エクスプレスは大船方面からの列車がほとんどで、新宿方面の列車は品川は通過していきます。そして東京を発車です。やはり成田空港に向かう列車ということだけあり、新幹線の乗り換え駅の品川や東京からは多くの乗客が乗ってきまして、車内はほぼ満席状態でした。ということで、旅も後半になってきましたので、本日の本題に触れていきましょう。動画の冒頭でも触れましたが、横浜から千葉までの普通列車グリーン車の値段は1000円、成田エクスプレスは1020円です。これを営業距離数に当てはめると、51キロから100キロまでがこれらの値段区分となります。そして両列車の設備面を比較してみましょう。普通列車グリーン車にはコンセントが完備されており、2階席に座れば普段よりも少し高い場所から景色を見ることができます。しかしデメリットもあります。グリーン車はグリーン車料金を払っても座席の指定はなく自由席です。つまり混雑していて座席が空いていなければ立ち席となってしまいます。一方の成田エクスプレスはどうでしょうか。コンセントも完備されており、荷物スペースも確保されています。
そして全席指定席ですから座れないなんてことはありません。そして成田エクスプレスの方が停車駅も少なく快適性も優れています。これで料金の差が20円しかないわけですから特急に乗る方がお得ですよね。ちなみにチケットレス特急券にすると値段はこのようになります。チケットレスであれば普通列車グリーン車よりも成田エクスプレスの方が80円安いこととなり、より成田エクスプレスの方がお得ということになりますよね。ちなみに今回の動画では横須賀線、総武快速線で説明しましたが、他の路線、東海道線、高崎線や常磐線でも同じことが言えますが、ある路線ではちょっとした危険なポイントも隠れています。各路線の特急と普通列車、グリーン車の値段の比較についてはこの動画で詳しく触れていますから、ぜひ合わせてご覧ください。今回の特急の方がお得というものが使えない区間や路線もあるんですよね。ということで本日の目的地の千葉に到着いたしました。本日は普通列車グリーン車よりもお得な特急列車の利用方法の動画でしたが、いかがでしたでしょうか。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどこに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。